9月16日月曜日敬老の日。今日の天気は曇り一時雨。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。 えー、今週もですね、月曜日と火曜日、今日と明日、新暁アナウンサー、お休みでございます。ということで、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっているんですが、今朝はこの方です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美幸です。よろしくお願いします。廣田、えー、さんはね、えー、日曜日に土木浦区長を担当されてますので、はいはい、昨日やりました。ですよね。はい。すいませんね、昨日も今日もと <laughs> とんでもない。皆さんと朝ご一緒にできて嬉しいです。 そう言っていただけるとなんつったってね3連休だっつうのに <laughs> そうそう今日最終日ですもんね,ね2日潰して朝早くから <laughs> いや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 もう関係ないですから <laughs> 連休ねこの仕事はね,まあねこの仕事は結局なんかさ人のね 働いてる時には働き、その休んでる時にも働き。そんなところ。いつ休むんじゃ。そう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 。我々あの働き方改革よりはるか前に入って、本当そういうこう教えを受けてきたような世代なので。本当ですよね。ニュースで読んでるくせに。本当。これはどこの世界性の話だみたいな。本当ですよ。いやいやでもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え ちょっとねあの朝、来たらいろんなニュースが入ってきておりまして、うん、あの日本時間では本当朝4時過ぎなんですけれどもトランプ前大統領今ね、ねアメリカの共和党の大統領候補となっておりますがそのトランプさんがまあ滞在しているフロリダ州のゴマララーゴという、ね、別荘地があるんですがその近くのゴルフ場で複数の発砲音がしたということでありましてで ただあの、トランプさんはもう無事であるということが現地の報道などでも報じられておりますしトランプ氏自身も、ね、SNS などで私は無事で元気だというようなあメッセージを、まあ、支持者らに送っているということでありますで一方でアメリカ CNN テレビはそのゴルフ場周辺の発砲事件に関連したとみられる人物が拘束されたと報じさらに AP 通信はですね、その。お えー、この人物が持っていたのかどうかというところですが、えー、捜査当局は自動小銃タイプの武器を押収したということも、うーん、報じております。で、えー、まあ、ああの、その動機等々というのがね、まだ判明していないところでありますんで、ん、 この先どうなるのかというところでありますが、ホワイトハウスはバイデン大統領とハリス副大統領がトランプ氏の無事を伝える報告を受け安心したというふうに発表していると。まあ、あの、こういう発表をしないと、喜んでんのかみたいな疑心暗鬼まで生んでしまうというのがですね、今のアメリカの、まあ、あ社会情勢をこう、 表しているところもあるのかというところなんですけれども、うん、まあ、あのー、まだ詳細は不明とういうことでありますけれども、ん近くでま銃声がした、まあ複数人が撃ち合ったみたいなですね、一部報道なんかもあったりしておりまして、まあ、現地情報がねちょっと錯綜しているような、えー、ところがあるんだろうとこういうふうに思いますけれども、えー、ちょっとね気なくさいことが続いていると、はい、まあ、トランプさんに関してはまあ7月に本当に、えー、暗殺未遂があったとういうこと。うん もありましたんでえ、えー、大統領選に向けて本当にうん情勢が混沌としているというかねえ、いろんなことが起こっております。まあこれもね、また続報が入り次第をお伝えしていこうと思っております。はい、ええー、そしてまあ三連休今日は敬老の日お休みというところでね。えー 夜市があるんで、ちょっと早く起きたよという方もいらっしゃるかもしれませんし、また、えー、今日はね、遅く起きるんでという方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、あんまり今日はお天気よくないんですよねそうなんですよ、雨降ったりやんだりということでね<ー>あの、急に激しい雨降るかもしれませんので、十分に気をつけてください<ー>、はい、昨日の夜もね、ざーっと激しい雨が降ったりとかねそうなんですよ、もうゲリラ豪雨が本当に多いでしょ、う、今年もそうですけどね。ねこのところは本当、毎日どこかで雷が鳴ってみたいな、ね。

ええ、る、それこそ、あの、アシスタントの人方々にね、えー、毎日お願いするんですが、そう、夕方の番組で、増山沙也加アナウンサーと一緒にやって,て私さ、毎日なんか大気の状態が不安定でどっかで雷がって言ってるような気がするんだよね。<laughs> 本当そう、本当にそうです。でですよね。毎日ですよ。本当、しかもこれがね、あの、9月になっても変わらないとね。ね、はい えーえー、今日は、まあ、暑さはちょっと一段落と。そうですね。30度くらいですね。うん。はい、ただね、ちょっと蒸し暑さが続くかなというところですんで、でえーえー、今日もおぼちぼちやっていきましょう。はい。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、えー、敬老の日に合わせて発表された65歳以上の高齢者の人口推計。4人に1人が高齢者だということでありましてね、えー。その上、これ、ひょっとするとこの先はね、 定年がさらにそうでしょうね。ええー。なんか、うん、敬老の日イコール、勤労感謝の日になるんじゃないかみたいな。あなるほど。そう、スタッフがそんな話をしてなるほどね。<ー>というね。ええー。えー、それから6時50分過ぎニュース7時またぎです。アメリカの経済について、えー、中央銀行にあたる FRB が17日から、えー、金融政策を協議する FOMC、連邦公開市場委員会を開催するというニュース。そして、えー、後半では、日本経済、日銀。 え、日銀も今週19、20日と金融政策決定会合の開催が予定されております。そして四1 0分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは自民党総裁選について。そして、兵庫県知事の不信任決議案が全議員で提出へというニュース。今週、県議会が始まるというところであります。そして時3 0分過ぎのニュースプラスワンのゾーンは JR 西日本、来年4月から選択的 中休3日制導入発表というニュースそして7時40分過ぎアメリカ大統領選について取り上げてまいります今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に長生きと書いて調整調整地域の農産物加工品の詰め合わせプレゼントします 千葉県の中央部に位置する調整地域は、茂原市、市宮町、六沢町、調整村、白子町、長良町、長南町の7つの市町村があります。トマトやキュウリのほかイチゴ栽培、白子町や調整村では玉ねぎ作りが盛んです。梨も古くから栽培されており、環境に優しい栽培法で市場でも高く評価されています。 このほか、秋冬が旬のネギ、里山育ちのお米や蕎麦、レンコンや自然薯など、調整地域ならではの品目も多くあります。この時期に採れた旬の農産物や加工品をセットにしてお届けしますので、皆さんメールでご応募ください。番組のメールフォームを利用される方も、お届け先の住所、連絡先、必ず書いてお送りくださいね。 この時間最新の株と為替の値動きをお伝えしてまいります。えー、先週末現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ296ドル98セント高い4万1393ドル78セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は114.28ポイント上がって1万7683.98でした。 一方、円相場は1ドル140円90銭付近で取引を終えております。えー、まあ、このアメリカあるいは日本のこの先の経済金融政策については後ほど、ニュース7時またぎのゾーンで、えー、今日のコメンテーター、ジョゼフ・クラフトさんと深めていこうと思っております。以上、株とカースの情報でした。えー、スタジオ長官各紙が入ってきております。 総裁選についてというのがね、えー、やっぱり西一面トップです。朝日新聞次の総裁石橋26%小泉市21%、えー、本社世論調査ということで、 ええね、あの、この手の調査、毎日のように出てくるというところでありますけれども、まあ、あの、総裁選についてはね、後ほど取り上げますが、うこのところの調査で、えー、特に党員票を見るとうん、高市さんと小泉さんが逆転ということで、えー、高市さんに小泉さんサインとおなったぞ、みたいなね、話も出てきております。えー、それから、読売新聞は高市、石場、小泉氏、セル本社調査、えー、自民党総裁選決選投票の公算と、 えー、いうふうになっております。三強になってくるのかどうなのかというところです。えー、それから毎日新聞はあ国連 AI 新組織検討、便益リスク独立評価ということで、まあ,あ急速に進化する人工知能の国際ガバナンスをめぐ で、えー、国連であの気候変動に関する政府間パネルなどを参考にした専門家組織の創設が検討されているということであります。で、一方で AI をめぐっては、日本経済新聞、こっちは G7 の方なんですが、AI 悪用リスク監視、健全活用へ国際基準ということで、まあ、こっちは Google だとか OpenAI などの各国の大手が参加する想定で、えー、国際標準の仕組みとしての普及を目指すというふうに記事がなっております。まあ、この AI に関して基準をどこに が取るんだみたいな話がですね、えー、いろんなところで出てきていると。まあこのグローバルスタンダードを取った者が勝つっていうのはまあいろんなところでね、えー、今までもインターネットとか出てきたところでありますが、今回は AI が焦点となっているようです。えー、それから産経の一面トップ、中国国際鉄道幽霊駅26カ所、採算度外視急拡大の付けというですね、まああの、現地の北京のですね、支局の記者さんの ルポルタージュも含めた記事になっていて、2面までですね、これが拡大をしていると。2面には中国運営企業負債125兆円、総延長7万キロ計画進行と、ね、いう。 ことが出てきていて。で、まあ、あの、こうしてこう広げていった技術が海外にもね、いろいろと輸出されているぞなんてところまで記事は踏み込んで書いていますけれども、まあ、まずこれだけ高速鉄道がね、えー、線路を伸ばして、なんか1年間に3000キロ弱ぐらい伸びていて、この3000キロっていうのが大体日本の新幹線の総延長が3000キロぐらいなんで、毎年日本の新幹線1個分が、えー、どんどん伸びていってるぞという話 なんですが当然ながらそうなると採算も度外視されるよねという話になってきてまあこの辺の話ってなんか我々3 4 0年前の国鉄末期とかこういう感じになってきてるよねとねただあの規模が違うのがう我々はその在来線のローカル線でどうしようって話をしてたんですが、えー、ここはここ高速鉄道だけでもこうなってるぞという話でこれ本当にね、えー、どうなっていくのかでそれをまたね、えー、安価に海外に輸出するっていうインフラのこうデフレ油 みたいなものまでこう出てきててきいるっううのがこあ、日本も、JR 各社新幹線のね、システムの輸出というものはインドであるとかアメリカであるとかでやろうとしているんですけれども、まあ、あこれがどこまでうまくいくのかというところ、まあ、そのね、違いだとか、向こうはこう、コストの面でうちは安いですよって言って結構ね、構成をかけてきているということが記事には載っておりました。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。します。えー、3連休の最終日でありますね。はい 朝からありがとうござい,ますい,いえ、とんでもないです、えー、今日は敬老の日ということであの、各紙載ってますけれども、総務省が発表した今月15日時点での人口推計、65歳以上の高齢者が3625万人と、去年より2万人増えたということであります。うん、いやーなんかねあの、見出しによっては、ねえー、高齢者の数がもう3人に1人、4人に1人ぐらいなんじゃないかということが出てきております。 いやあのーまあ、長寿大国日本って、はいえー、素晴らしいことだと思いますでそこでいろいろ心配事もあるかと思うんですけどもうん、うん、一つは日本の労働不足ですよねそこで一つ近年注目していくのが、うん、まあ健康年齢寿命も大,、ね、大事なんですけども<ー>健康年齢っていうのも注目されていて要は、まあ、元気で、えー、その働いたり 運動をしたりできる年齢がこれ毎年上がっていて今や73歳近くまで上がってきてるんですね、うん、つまり、えー、昔1965年の寿命って大体65歳男性が<ー>女性が70歳。もうそこで、はい 基本的に人生終わりという見方が今はもう80以上でいけるわけですから、まあこの高齢者層がどれだけ労働市場に、えー、残って、えー、仕事していく、まああの仕事したい方はね、 あのしていけるっていう、まあ、健康年齢をこれからいかに伸ばして、<ー>えー、生産性を、はいえー、維持していくっていうのも一つ、今後、重要になってくるんじゃないかなと思いますけどね。あで、それこそ、まあ、ただね、やっぱり加齢によって、体力的な部分っていうのは落ちる、はい、そうすると、まあ、今までのようなフルタイムではない働き方とか。うん まあそういうところにもつながっていきますか。そう。あのー、これももう一つ注目されているのが、まあ、人生100年だとしたら、やっぱり50、はい、60で、第2の人生、えー。はい。ということも言われ始めてます。はい、だからやっぱり、高齢者層に入っていく中で、その中で自分がやりたいこと、できること、うん、こういう仕事を見つけていく。うん、今まで戦後の概念っていうのはもう、 えー、一つの仕事、一つの会社で働いて、60で定年して、はい、もうそれで、えー、終わりということが、これからはもう50年、50歳で、えー、次の第二の人生に向けた転職だったり、仕事をして、まあ次の、えー、後半を楽しんでいくっていうことを、まあ若いうちから、 考えていってもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあね、後ほど、あの、話に出る自民党総裁選の中でも、はい、やっぱりこの労働規制、うん、まあ、解雇規制だとかっていうところに対して、いろんな議論が出てますよね。うん、はい。ですんで、まあ、それと合わせて、うん、まあ、自分の将来、えー、老後を改めて、まあ、今の時代でどうしていくかっていうことを、え見直していく社会として、 はい、見直していくいい機会じゃないかなと。あの、非常にあの、65で、まだまだ働ける人いっぱいいますし、まあ、働く必要もないんですけども、働きたい方は、働く環境を作って、企業も見直してますよね。定年延長とか。です,ねうん、ですので、まあ、そういった中で、どう社会の生産性を高めていくかっていうことが、これから前向きに見ていけばいいんではないかなとは思いますけどね。 まあ社会とつながることっていうのが大事だったりすると、うん、まあ、働くということはそういうことでもある。うん、あの、このニュース僕はすごくいいことだと言って、ロシアは未だに寿命が66っていうぐらいですから、はい、それと考えると日本ってやっぱり健康な国であると。これを活かしていきましょうというこ、ん、とですね。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、あのー、直前のね、え定、ー、時ニュースのところでもお入ってきましたけれども、トランプ大、 前大統領の近くで発砲があったという事件。本人はゴルフ場でプレー中で無事だったということですが、え自動小銃タイプの武器が押収された。あ関連したとみられる人物は拘束された。そして FBI はトランプ氏が新たな暗殺未遂の対象となったという見方を示したと。 物騒な事件で、またかということですけどね、まだシークレットサービスが、はい、あの内容等をあの発表してないので、細かいことはわからないですけども、はいまあ、一つは、けが人が,いなが出なかったことが、えー、何よりということと、ねまあ、こういうことが続くと、えーまあ、最悪の事態を考えると、大統領選前にね、どちらの候補が、 怪我したり、あるいは亡くなったりすると、うん、これ今後の国家の運営にも影響してくる。はい うんだから本当に困った国だなと思うんですけどもね、こればかりはどうしようもないですね。うんまあね、一部報道等々だと、この自動小銃タイプ、カラスニュフじゃないかというよ、ね、うな、ん、言われてますが、そんなに簡単に手に入るもんなんですかもう残念ながらね、えー、結構簡単に手に入るし、まあ昔に簡単に手に入れられた時期もあって、<ー>それがあったりしたりして、それがまだ残っていたりので。 まあ、本当に重社会なんで、うん、ただまあ、あの一つは、あの7月にトランプの暗殺未遂事件があって、はい、それでまあ当局、特にシークレットサービスは非常にあのあ<ー>防衛体制を固めてますので、はい、まあそれがあって今回事前に止められたのかなと推測ですけどね。うん、どえー、まあ本当にでも、 本来はね、政策論争をしなきゃいけないのに、こういう事件まで考えなきゃいけない世の中になったんだなというふうに、ちょっと残念に思いますねさあ。では、アメリカの経済についてであります、取り上げるのはこちらのテーマです。アメリカ FRB が17日から金融政策を協議する FOMC を開催。 アメリカの連,連邦準備制度理事会 FRB は今週17日と18日に金融政策を協議する連邦公開市場委員会 FOMC を開催します。4年半ぶりの利下げは確実視されていて引き下げ幅と今後の金融緩和のペースが焦点となっております。利下げはもうするだろうと言われていて0.25か0.5かみたいな話になってますかそうなんですよ。 で、これ、難しいのは、直近のまあ雇用統計とか、はいうん、えその物価指数のデータからすると、 そんなに弱くないんですよね。<ー>だから0.25で無難なところに収めていくんじゃないかと当初思われてたんですけども、はい、またこれ、あの、FMC の当局者が、はい、まあ大幅な利下げも考える余地があるみたいな発言をして、うん、で難しいのはこれ、じゃあ別に今回は0.25にして次、はいえー 景気減速があの確実に見られると、うん、0.5下げてもいいじゃないかと言われるんですけど次の FMC が大統領選の2日後に重なっちゃうんですよ。はい、おでそらく当日に結果きわ分からず23、はい、日後 つまり FOMC と全く重なる可能性があって、中央銀行としては、はい、あまりそういう不透明感の中での政策変更っていうのは、えー、できれば避けたい。えー、ならば、11月の利下げを今月に前倒しっていう見方も一つあって、そこでどっちなんだっていうところにマーケットが今、 焦点そういう、なんというか思惑とかあるんですね。じゃあ前倒しで2ヶ月分を1回でってなると0.5になるま,、ね、まあ、あるいは0.5をするつもりが0.25に抑えておくとかあ<ー>あの、やはり大統領選みたいな大きなイベントの中で、はい、さらにそこに不透明、あの金融政策という不透明なも、はい、のを入れると、マーケットが混乱しかねない。 ということで、おそらく当局としては11月はなるべく、はい、あの、穏便にという,言うか、あの、抑えておきたい。うそうすると、こ、今回積極的にやっとこうかと、はい、保険的な意味で、と、えー、いう議論も一つあるっていうところですね。ただもう一つ問題なのは、あの、今、弱気相場になっていて、えー、株価が下落しやすい。えーえー、で、 えー、通常だったらつい最近強気相場の時は利下げということは株価が上がると、<ー>株価にとっていいという前向きな、はい、あの反応だったんだけど、今回は逆にえ、0.5経済そんなに悪いのっていう悲観的な 解釈がされて株価が余計落ちるっていうリスクもあるので、なるほど中央銀行としてはそこの微妙なバランスをどうしたらいいのかっていうのは相当悩んでると思いますね。うん。でもね、これ、あの、この9月の会合でまあ利下げをしますよと。はい、で、これ、そのものが大統領選への影響っていうのはどうなんですかあの、 一般的には、はい、その政権にとってはプラスだと、だからトランプは批判してますよね。 あの、ただ正直ね、0.25とか0.5下げたところに急に経済は良くならないし、うんあの、有権者の見方ももうある程度固まってるんで、はい、その利下げによって大統領選が大きく左右するってことは、そんなに僕はないと思いますけどね。うん。そうすると、まあ、それよりは11月にどうするかっていうところの、まあ、悩みで。そうなんだ 後ろは12月にももう1回ありますよね今年3回あって、ええで、市場の期待もちょっと問題で、はい、年末までに1%下げると、うん。4回分ですか、回だから1回は0.5下げるっていう折り込みなんですよ<ー>で。それを払拭するのか、はいえー、あるいはそのマーケットの期待通りにするのかっていうところも一つ、だからこのペースですよね。だから9月ののの利下げ幅とその先の 緩和ペースっっててていいううととこころろに今市場が、えー、一しるですねうんその辺は特にヒントもないわけですよね、まだ。今のところはないです。だから今回の FOMC の記者会見でヒントが出るんじゃないかというところを期待しています。うん、るなるほど。 速報というかね、あの、トランプ氏の収益ミス続報が入ってきました、うんえー。アメリカ大統領警護隊シークレットサービスは記者会見を行いまして、えー、トランプ前大統領のゴルフ場での15日午前2時前、えー、警護隊員が敷地、境会場、協会付近にいた、ごめんなさい、えー 15日午後2時前ですね。ごめんなさい。えー、警護隊員が敷地の境界付近にいた人物に向け発砲したと発表しました。で、その不審な人物ですが、フロリダ州パームビーチの捜査当局者によりますと、トランプ氏からおよそ370から460メートル離れた場所にいたと述べたということであります。 複数の人物が発砲しているというのは、ひょっとするとこれは打ち合ってたのかもしれないというところなんです、ね、ん一つあのあ、現地のニュースでも話題になってたのは、はい、このトランプが今日ゴルフに出てることを、ええはい、側近の多くも知らなかった、休みの日だったんですね。 はあ、なぜ、この容疑者が、それを理解していたのか、あるいはたまたまだったのか、そういったところも今捜査の中で、うんえー、一つ注目されているということですね。 これね、幼人のやっぱ予定ってものは、早々そうね、るもんじゃないですかであの、やはりね、7月の暗殺未遂から、はい、そういうものを、あの、戦隊本部内でも<ー>、えー、ほんのわずかな人にしか共有しないように、情報管理も相当固めた。 えことからもう今回どうしてえこういうことになったのかっていうことも,も一つ捜査の中で重要なポイントですけどもねうもう一つやっぱりこういう事件が増えますと、はい、やっぱりその民主主義の中で選挙ができなく制限されていく、はい、えそうするとあの大統領選への影響さっきの話じゃないけど金融政策よりもこういった警備の問題の方が選挙に影響 する可能性が大きいと思いますんで、んこれはこれで非常に民主主義にとって、はい、あの重要な問題だと思いますけどねそうですよね、それこそね、日本だって全く一言ではなくて。 で、安倍総理の暗殺があり、うん、あ岸田さんも爆弾テロがあったわけで,、うんえー、で、今回の総裁選も相当距離を離れたところで演説をするような形に該当もなってますよ、ね。で、今回のこのゴルフの事件がその関連してるかどうかわからないんですけどもちあの、近年ってこのコピーキャット事件。コピーキャット、えー、つまり真似をしたがる。 だ7月のあの暗殺未遂を見て、はい、俺もできるんじゃないかとか、うこういうふうに思う人が結構いて、あ<ー>まあその絡みかどうかはわかりませんが、えーえー、結構続けて、えー、似たような事件が起きやすい。 えこともありますので、これからまたそういう事件が起きないとも限らない、非常に心配ですね、まあ、とりあえずあの怪我人が、はいえー、出なかったということは、一つの朗報ですね。えー、続報、また入り次第お伝えしてまいりますではあ、続いて取り上げるのは、こちらのテーマです。日銀が今週、金融政策決定会合を開催。 日本銀行は今週19日と20日の2日間、金融政策決定会合を開催します。会合では政策金利である短期金利の誘導目標を0.25%程度で維持する公算が大きいとされ、7月末の追加利上げ決定後、株価と円相場が乱攻撃したことを受けまして、当面は市場の急変動の影響を見極めることを優先すると見られます。 まあ FOMC で何が決定されるか、まあそれによっても変わるかもしれません。日銀の決定。あのー、 エコノミストの多くは、まあ、9月は今回は何もないと。はい、えただ、12月までに、あと1回0.25%の利上げをえ織り込んでいると。ただこれ、やっぱりアメリカの動向を見ながらだと思います。アメリカが積極的に利下げしている、はい、あるいは景気が減速していく中で、 日銀としてはどこまで利上げができるのかっていう疑問もありますので、あの、おおむね、えー、年内一回ながら、えー、アメリカの状況によっては、えー、見送りっていう可能性もありますので、うん、その辺の兼ね合いですよね。うん、ただまあ、今週はさすがに、えー、利上げはないということで、はい、マーケットの焦点はとりあえずアメリカ、<ー> FOMC の方に、 向けられてるっていうことだと思いますね。先週あたりあの日銀の審議員の方々がまあ地方のね、うん、経済懇談会に出かけていて。うんうん <で>はい、結構、利上げに積極的な発言をしていた矢に報じられてま注目されたのは高田議員の,の、はい、コメントですけど、彼、もともとタカ派なんで、うんまあ、そういう方向、ただ、まあ、日銀は政策金利を、はいまあ、中立金利まで引き上げたいというふうに、はい、あの表明してますので。中立金利景気を冷やしも そういう、ね、それがじゃあいくらなんですかっていう議論はあるんですけども、はい、まあ、おおむね0.5から1%の間じゃないかっていうふうに言われてる。だから、うん、まあ、それが正しいとすれば、日銀としては、あと、 最低1回、最大3回、えー、上げると、この辺を見極めてるんではないかというふうに言われてますね。うん。で、他方ね、これ、あの、為替の方への影響というのを考えると、はい、っやっぱどうしたって日米の金利差が縮小すりゃ、 円高方向になりますかそうもうつい最近まで円安大変だって言ってたのが。160円だなんだっけね,ね。最近はなんか円高円高と。本当に、<laughs> そんなに円高でもないんですけどね。140円だ。ねあの、うん、半年前は140円の時は円安だ大変だって言ってたのが、そうでした今度ね、下がってくると円高だみたいな、うね、あの、その雰囲気もあれですけども、<laughs> はい。あの、おっしゃる通り、あの、早すぎる。 あの、為替の動きっていうのは良くないんで、んあんまり、あの、当局が積極的に利下げ、はい、あるいは積極的に利上げすると、あの、円高が、あのー、早く動いてしまうので、<ー>その辺の兼ね合い、はい、まあ、あと株価、為替、えー、経済といろんなところを中央銀行を見ながら、 えー、一番その、マーケットが混乱しない、形での政策変更を、えー、模索していく必要があると。まあ、そういう意味で、今月は日銀は、あのー、まあ、おそらく10月も、まあ、そうす、あのー、総選挙っていうこともありますから、そんな噂もうん、10月どうするんだっていうところにね、今、マーケットは焦点を当ててるとは思いますけどね。うんうんうん、なるほど。おはようニュースネットワーク。 取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選9人の候補者による論戦がスタート 今月12日に告示、27日投開票が行われる自民党総裁選挙。昨日15日には9人の候補者が福島市で演説会を行い、東日本大震災からの復興のあり方などについて議論を交わしました。またこの週末には日本記者クラブ主催の公開討論会やテレビ出演などを行い、それぞれの政策を主張しております。 過去最多9人が立候補ということで、まあ、地方各地でいろいろとね、やっておりますが、今日は金沢で、えー、公開討論会だそうです。うん、まあ、これ、いろいろ主張も出てきてますけれども、ジョセフさんどうご覧になりましたいや、これ9人もいると、さすがについていくのが大変ですよね。あの、えー、<laughs> <laughs> あの、経済専門にしてる私でもなかなかこれ、ええ、みんなの道具をついていくのは <laughs> 難しくって、<laughs> <ん>大変だなと思うんですけども、ええ、ただやっぱりあの、自民、今回投票される自民党の党員、うん、あるいは議員に、はい、あの、今、 中国の経済は完全に減速してる。アメリカも減速基調に入ってる。い。日本の,あの、日本は中国、あの、アメリカの経済に依存してる。そして今、中東情勢。はい、えー、それからウクライナ情勢。えー、さらに台湾、中国との関係。はい、こういった、あの、非常に安全保障面でも、えー、多大な、あの、チャレンジが、はい、 に向かっていて、誰が一番この荒波を、えー、日本の国益を守れるのかっていうところで、やっぱり、あのー、人気だけではなくて、はいあのー、経験、政策、これらを、あのー、加味して、でうん、国内政策も大事ですけども、えー、やっぱり外交、安全保障、うん、こういったところも非常に重要だと思いますので。 こういったところも加味しながら、えー、正しい候補を選んでいただきたいというふうに願いますね。うん。まあ、あの、現職の外相もいるし、外相経験者も、まあ、あたくさんいるし、と、うん、ういう中で、この外交安全保障でこの人っていうような方っていらっしゃいますかいや、やはり、あの、経験値があるとないとでは、やっぱり現実味が、うん え違いますよね。はい、なので、あのー、まあ、この辺では外省やってらっしゃった上川、林、茂手木。そうですね。この三人は、やはりある程度その経験値たまあ、ただ、じゃ、うんね、そうですね、河野さんも。うん、で、まあ、経験、じゃ経験がなければダメなのかということでもない。ただ、はいうん、やっぱり、あのー、チーム。はい、あのー、もし経験がない。 場合にはやはやりりそれれなりのチームを作れる人、はいえー、人望があって、えー、周りのブレインが素晴らしければ、うん、それはそれで、えー、十分なので、うん、その辺の人望というか、はい、チーム組織力も誰が一番備わっているのかっていうことも一つ重要ですよね。そうすると、やっぱり自分では政策はあまりない周りのブレーンで固める人と、はい、結構自分で政策立案、 えー、が得意な方、茂木さんとか、はいえー、高橋さんも自分でやりたがるし、あはい、まあその辺のバランスですよね。 ただ一国はさすがに一人で動かすっていうのも難しいからそこのバランスですか。うん、いいすそうですね。だからそこで一つ経験なのは大事なのはやっぱり大臣やってる経験値の,、うん、あの大事なのは官僚とどうやって向き合うのか、はい、一緒に組織としてどうまとめていくのかとか、はい、こういった経験っていうのはやはり総理としては極めて重要だと思いますので、うんはい、そこのまあ刷新感と経験という、はい、うまくそれをバランスして 候補が僕は一番いいんじゃないかなとは思いますけどもね。うんそれが誰 っていうのは、<laughs> 僕の中ではこの人っていうのはありますけども、<laughs> ええ、<laughs> あえてそれは言わずに皆さんで考えていただければとは思いますが、<laughs> えー、さっきも言ったようにやっぱり安全保障、はい、極めて、ええ、え深刻な状況にある中で、ええ、そこは大きなあの選択肢の要素の一つではないかということを申し上げたいですね。 で、まあ、いろんなところでね、もう世論調査が出てきていて、うん、で、まあ、それで、まあ、なかなかね、あの、まだ決めていない、この中にはいないっていう方も多いんですが、うんえー、次の総裁、例えば、朝日新聞一名トップは石、石橋26%、小泉市21%、高市市、自、うん、民党支持層では2番手 2>、うんえー、3番手に来ているということであったりとか、あるいは、読売は高市、石橋、小泉市、セルというようなね、うんえー、ことが出てます。どちらかというと、選挙を睨んでみたいな、 それがポイントで言いたいことは、はい、そういう、あの、なんていうんですかね、下馬評じゃないけども、世論調査見て、勝ち組に乗りたいから、はい、中身の政策あるいは実力よりも、まあ、この人に乗っちゃえというような風習があると、うん、これ日本にとっては良くない。だからあまりこういう人気の、あのー、<ー>調査を、はい に一気一遊せずに、やっぱりその候補の政策を見ながら、誰が一番日本を正しく導いてくれるのかということを、あの、客観的に、え、ー 吟味していただきたいなと思いますけどね。で、これ9月27日に、まあ自民党総裁選の投開票があり、はい、で、もう気の早い人はその1ヶ月後ぐらいには選挙があるんじゃないかみたいな話も出てきてます、ねうん、あの、もう一つね、うん、議論から抜けているのは、はい、確かに衆議院、勝てるか勝てないかっていう議論もね、大事なんですけど、僕はもう一つ、それ以上に重要なのは参議院なんですよ、来年の7月。はい、で、うん、ここで、 自民党、あるいは、あの、政権与党が、あの、負けて、ねじれ国会になると、何にもできなくなって、昔の2012年前の毎年総理が変わるような、その、国会が機能不全に陥る。これが最悪。 だから、今回の総理総裁選選びには、目先の衆議院だけではなくて、1年間しっかりやられて参議院も勝てるという候補が、僕は、 極めて重要だと思います、ね、お今、その早期解散だって言ってる、例えば小泉慎二郎さんだとか、うん、あるいはもっと、あのー、議論をしてから、うんえー、政策をしっかり示してから、うん、あ解散は打つべきでないかと。うん、まあこれ石破さんだとか、まあ、高橋さんもそんな感じのことを言ってますけど、うん、これそうなるとですよ、うん、来年の7月夏あたり、うん アプロ選挙っっていうのはあったりすするもん,なんですか、ね、僕はそこは一つの選択肢でもあると思いますよね。<ー>だからそ、それぞれの候補がどう考えているのか、はい、あのただ、確かに僕はあのすぐに選挙して、それでとりあえず南極乗り越えたと。うん それでバタバタ政策を作って、なんとか来年に持ち込むっていうよりもしっかり腰を据えて、1年3年後、どう国を運営していくかっていうのも、それを言える勇気のある人、 っていうのも見てみたいなと思いますし、やはり僕は、あの、参議院選で、しっかり政権固めができるっていうことを、だから、目先の衆議院ではなくて、あの繰り返しになりますけど、<え> 1>, 1年後の参議院も含めて勝てる総裁選っていうのが、えー、重要ではないかと思いますけどね。まあ、史上最長のね、あの、史上最多の立候補者でもあるんですが、選挙戦としても実はこの、 仕組みになってから、史上最長だと言われております。まだ二十七日までって考えると、ね、十日以上あるわけです、ね、最後に一つ。これはメディアにとっても、チャレンジというか、はい、メディアの存在が重要で、ええ、これだけの候補をどうやってうまく論戦して、はいえー、各局がうまく連携しながら、ーーテーマごとに、はいえー、その論政策論争を。 うまくちゃんとさせて、えー、その候補の違いが見えるように、今回ほどメディアの、はいえー、役割っていうのは重要だなと思いますねうん。確かにみんなが同じ質問から入ってみたいなことすると、うん、時間ばっかりかかっちゃいますもんね。そうなんですよ。全く進まないんで、ん各メディアが協議して、えー、その役割分担をして、ええ、なんとかうまく、 あの、候補の政策を引き出しながら、えー、選びやすくするというのも今回ほど重要じゃなと思った選挙はないですね。 えー、そしてもう一つ用意していたニュースは兵庫県の斉藤知事不信任決議案、全議員で提出というニュースなんですが、ちょっと時間もあまりなくなってしまいましたけれども、これね、ちょっと中身もよくわからないところもありますけどね。もう僕はあの、えー、おっしゃるとあり、やった、やらないってなっちゃってるんで、はい、もうここは一回、選挙をして、<ー>え民を問うというのが一番ベストだと思いますけどね。ただこれだけ問題が明らみに出る 県政が回らなくなるんで、はい、正直ここはあの知事も責任取って、えー、議会選挙で民意を取るということが、僕は一番あの賢明だと思うんですけどもねうん、まあ、不信任決議案が可決された場合は、失職か議会解散かというところで、うん、まあ議会選挙になるか、失職で直し制になるかと、もう早くやった方がいいと思いますね、ここまで混乱したら。う えー、おはようニュースネットワーク自民党の総裁選、まあ、その論点、そして、まあ、兵庫県知事に言いついてというところも取り上げました。 今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、総裁選についてメールもいただきました。杉並区50歳、ジョニーさん。ジョセフさんのおっしゃった総裁選勇気のある人、まさにその通りだと思います。出馬表明で述べた政策を周囲から批判されると、すぐに曖昧な表現で誤魔化したり、弱腰になる人を見ると、この人にこの国の舵取りを任せていいのかと不安になりますと。まあ、どなたが念頭かわかりませんけれども。<laughs> あの、候補の勇気、そして 選ぶ方も勇気。はい、ちゃんとした人気だけに迷わされずに、はい、ちゃんとした政策を持つ人を選んでいただきたいと思いますねうん、えー。では、この時間取り上げるニュース、こちらのニュースです。JR 西日本が来年4月から選択的週休3日制導入を発表。 JR 西日本は13日、労働時間の総量を維持したまま、希望すれば週休3日を選択できる勤務制度を来年4月から導入すると発表しました。全社員の25%にあたる内勤部門のおよそ6000人が対象で、給与水準を維持したまま柔軟な働き方を可能にし、社員の意欲向上を図ります。えー、働き方改革。だから、あの、 総量は維持したままってことは、一日あたりは伸びるってことなんですかね。<laughs> あの、ここでのポイントは、はい、選択肢が増えるってことは、まあ仕事、労働環境の選択肢が増えるってことは大事。うん、で、これ実験なんですよね。で、<ー>これを選択肢を広げながらも、はい、生産性をどうやって維持していくかっていうことが、 多分、ポイント。で、その生産性が維持できる、あるいは向上できるということになると、これが制度として定着していく、えー。その、まあ、実験段階の入り口ということだと僕は思いますけどね。うん。まあ、確かにね、あの、休みの日が増えると、こうん、いうことになると、まあ、 やりやすくなる人たちもいる。うん、で、これは、どうなんですかねこう、業種によっても変わってくるんですかねあの、業種にもよるし、はい、人にもよりますよね。一、うん、時、一日、やっぱり8時間以上働きたくないと、ゆっくりやりたいという人もいれば、うん、いやいや、詰め込んで4日間に、 必死に働いた後3日遊びたいとか、人によって違う。それが同じ組織で、バラバラだと、果たして生産性が維持できるのかっていうところは、こればかりはやってみないと。 えー、ただこれ世界で、はい、あのイギリスでも、<ー>あのこの試みは、まあ、法案として今度提出されると思うんですけども。はい、スターマー政権がそうするんだと。それが成功するかどうかっていうのは、あのこれから、えー、見ていくということだと思うんですけどね。うんただ一つね、心配事があるんです。どうしましたそれが定着していくと、ししはい、工事アップも週5から週4に減るのかなと。<laughs> これ、どうなるちょっとこれ問題じゃないかと僕は思うんですけど、<laughs> いかがでしょうかじゃあ確かにそうなんですよ。ね,ねアナウンサーの働き方もどうなるんだっていう、ね。ね、う、オープニングでもね、ちょっとそのお話し,しましたけどね。そうなんですよ。だからね、まあいいこともあれば、ええ、ちょっと心配事もある。<laughs> ベイスターズこれ、もし。 一、ね、週四日しか試合しないのか <laughs> <今>ちょっと待ってくれよ、みたいな。一週六日試合してますからね。ねですよね。これを働き方改革ですだ。これちょっとね、だから改革も困る改革もあるんでね。<笑><笑>まあ、彼らプロフェッショナルってことで、例外になるのカービン大そうですよね。 ちょっといろいろ考えが、ね、心配事も増えてくると。はいはい、それこそジョーシはさん、我々が本当、子供の頃なんて、ね、ダブルヘッダーなんてあったじゃないですか。そうですよ。これは働き方からやとかするというかね。<外学> <laughs> 本当ですよね。だから、ちょっとね、そういろいろ考えるとね、ね複雑ですよね。いやー、確かにね。<laughs> まあ、ただ、あの、見に行く方は、休みが増え、やりに行けるっていうそうなんですよね。ただね、問題はこれで言うと、一日の働く時間が長いと、帰りも遅くなって、6時のね、プレイボールまで間に合わない場合があるわけです。ああ、そう全部そこですね。そうなんです野球中心に回まだ、特に今この時期、極めて重要ですからね。極めて重要な時期。そうなんですよね。ベイスターズ、ちょっとね、優勝まで手がね、 ちょっと尻尾が見えてきてる状況です、ね。いやーほ、ね、優勝だってそうだし、ねええ、まあこれクライマックスということを考えれば、ええ、十分と。そうなんですよね。日本シリーズと。我々はクライマックス入りが、はりがまあ、焦点いですけどね。はいええ、優勝をしっかり見据えてる阪神は違うなと。王者だなと思います、ね。これの問題点はですよ。うん、一番残り試合が少ないのはタイガースなんですよね。まあだから全試合勝つという気持ちでそれでやるしかないんじゃないですかね。な,なんかもうね、 2位に浮上したとか言ってもこれを素直に喜んでいいのかっていうのはねいやいいですよいやつい最近まで3位だったんだからさすがですよそれも滑り落ちるんじゃないかと言になっちゃいけませんこれは面白くなってきましたねいやほんとセ・リーグは4球団でめちゃくちゃ毎日がねほん働き方改革だけじゃないところにそうですねちょっとすいません話がずれちゃう気持ちがそっちにまあでもね祝日ですからね確かにえ で、今日は、あのー、セリーグの試合はないのかあ、ナイターはないということなのかな、ねえー、デーゲームの試合になってしまいますんで、えー、ということで、ショーアップナイターはソフトバンクと日本ハムの、おあ、明日か。明日はソフトバンクと日本ハムの試合をお送りすると。で、えー、今日は基本的に、まあ、あの祝日はデーゲーム中心になりますんで、うんえー、その辺は、あのーね、ね、えー、夕方5時半からの番組で確認をしていただければと、ね、まあ、スポーツ情報満載でお送りしてまいります。 いや、本当もう、一日変わると、いろんな局面が変わってくるということですから、うん、そうです。まあ、最後に、あの、一つだけ、はい、あの、大谷翔平のフィフティもう、これはもうね、<laughs> アメリカ人としてもね、<ー>見てみたい。見てみたい日本、アメリカ関係なくね、はい、メジャーリーグファンとしてね、ぜひお願いしたい。 お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、広田美幸がお送りしています。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えー、トランプ氏の、これは暗殺未遂事件となるんでしょうか。えー、情報がまとまってきましたんでお伝えして、えー、参ります、えー。共同通信によりますと、アメリカ大統領選挙の共和党候補、トランプ前大統領の陣営は15日、南部フロリダ州のゴルフ場にいたトランプ氏の近くで、発砲があったと発表しました。本人はプレイ中で無事で、他に怪我人もいませんでした。 大統領警護隊シークレットサービスや保安官事務所が捜査しています AP 通信によりますと FBI 連邦捜査局は明らかな暗殺未遂の標的になったという見方を示していますトランプ氏は今年7月にも集会で演説中に暗殺未遂に遭い銃撃で右耳を怪我していました CNN テレビによりますと捜査当局は関与したとみられる人物を拘束しました AP 通信は自動小銃タイプの武器が押収されたと報じています。シークレットサービスは記者会見し、トランプ氏のゴルフ場で警護隊員が敷地の境界付近にいた人物に向けて発砲したと発表しました。フロリダ州の地元捜査当局者は暗殺を狙ったとみられる不審な人物は、トランプ氏から370メートルから460メートル離れた場所にいたと述べました。 トランプ氏は支持者らに私は無事で元気だというメッセージを送りましたえ。民主党のバイデン大統領とハリス副大統領はホワイトハウスを通じトランプ氏の無事を無事に安心したと発表しておりますえ。今入ってきた情報をまとめてお伝えいたしました。うん、まあ、この先というのは、まあ、取り調べだとかそういったところから解明というところになりますか、うんあのい 一般の人が入りやすいあの演説の場じゃなくて、うんはい、プライベートのゴルフコースでどうやって入ったんだろうとか、<ー>いろんなあの質問というか、はい、質問がありますよね。うん、なのでこれから、あのまあ、本当に警備体制も大変だなと思うんですけども、えーまあ、こういうことが政策論争じゃなくて、こういうことで選挙戦があの注目されてるいのは本当に残念ですよね。うん さあでは続いて、えこちらのテーマでお送りします。ここだけニュース。スクープアップ。アメリカ大統領選、トランプ氏がハリス氏との2回目の討論会を否定。アメリカ共和党のトランプ前大統領は12日、大統領選挙に向けた民主党のハリス副大統領との2回目のテレビ討論会について、自らの SNS に行われることはないと投稿しました。 ハリ氏は10月中に再び開くことを求めておりますが実現しない可能性が高まったとということです、まあ、先週はこのテレビ討論会があって、えー、まあそしてこういった事件も起こるという中でありますけれどもまずはこのテレビ討論会はいかがでしたかいやーもうこの50年間いろんなすべての大統領討論会見てきましたけども<ー>まあ今回も。 トップ3に入る驚きの討論会でしたね。驚きですかもう、ハリス氏が、うんはい、まあ、これはもう、当然、計算の上で仕掛けて、はい、トランプの、まあ、プライドを傷つけるような、うんえー、彼の集会から人を去っていくとか、<ー>えー、あまり人は来ないとか、うん、それに、見事にトランプが乗っちゃって、うん、感情的になり、はい、そして、どっから、 あのー、持ってきたのか、ペットが不法移民によって食べられるとか、はあ、もう意味不明な発言に終始して、<ー>まあ、もうハリス陣営の作戦勝ち、<ー>ここまでプライドっていうか、あの弱いのかと。 いうふうに驚かされましたよねだ。トランプ、今回2回目の討論会ないって言ったのは、英断、はい、だと思いますあの。このままではやっても、また2回目ハリシーに負けるだけですから、はい、もうここはもうやらない方がいいでしょう。いと思いますすけどねびっくりです びっくりですか、うん、やっぱりそこは、その、年齢的なところとかもあったりするものなんですか、ね、どうなんすいや、年齢というか、やっぱり彼のプライドなんでしょうかね。エゴなんでしょうかね。はい、やっぱりそういう、あの、自分の集会、自分の人気の方が、政策論よりも大事にしているという、一つの表れだと思います。あの、あの討論会は、はい、えっと、例えば誰かが言ってたのは、 的確だなと思っオリンピックのアイススケートの審査で例えるならば、はい、パフォーマアーティスティック特典、うんはい、ハリスとい芸,芸術点はパーフェクトです、うん、パフォーマンスは。はい、ところが、制作の中身の議論が、はいまあ、要するにテクニカル点、あはい、これは非常に低い。あんまり良くなかったと。 だから、まあそういう意味でも政策論にはつながらなかった討論会。はい、えー。むしろパフォーマンス。ただ、ハリス氏は強い女性。うん、自分は大統領としての資格は、 あるんだっていうことは、えー、きちっとアピールはできたと思いますね。なるほど。まあ、政策面もね、あの、視界もいろいろ振ってましたけど、うん、移民の話だとか、はいうん、まあ、ハリスさん3年半以上、大、うん、副大統領やってきて移民担当で、はい、できてないじゃないかと、うん、いうこと。まあ、トランプさんもそこを突っ込む。そうなんですよ。 とかなと思ったんですが。かなり、珍しく ABC のアナウンサーがハリシの弱点を鋭くついたんです。はいうん、で彼女はそれに対して答えがなかったんですね。うん、瞑想してる中でトランプの集会の話に切り替えたんですよ。あ,<ー>であそこでトランプがちょっと待ってと集会じゃないだろう、移民問題3年半、何にもやらないっていうところに、うんうん、終始してれば、はい、相当ハリシは 追い込まれたのにもかかわらず、自分の集会話、はい、そこからペット話、<ー>そっちに脱線してしまって、はい、見事に、えー、ハリシーの作戦勝ちということだと思いますね。なるほど。弱点を、まあ、うまく切り返したというか。切り返したと。そこをつけなかったトランプのエゴなのか、<ー>えー、プライドなのかわかりませんけども、<ー>見事に逃げられたっていうところですね。は まあね、トランプさんは、まあ、4年間の大統領経験があると、まあ、経済なんかの話でもいや俺は関税上げたけどインフレ率、ここまではならなかったじゃないかと、うん、いうこともおっしゃってましたけど、うん、マーケットとしてはどう見るんですか、うん、いや面白いのはあれだけハリス氏が討論会で勝ったパフォーマンス良かったと言っても、はい、CNN の討論会後のアンケートによると、うんうん 経済面ではどっちの方を評価するかっていう問いに関して、ええ、あの討論会前と後ではハリス氏は2ポイント下がって、はい、トランプは2ポイント上がってるんですよ、あ,<ー>あのパフォーマンスで。<ー>だからこれはハリス陣営にとってはまあパフォーマンスは良かったけども、はい、経済政策面ではやっぱりアピールがしきれなかったっていう一つ心配事が残ってると思いますね。はー まあその辺はは、ね、この先の政策論争が果たして深まるのかどうなのかだからトランプの敵はトランプで、はい、トランプが政策論争にちゃんときちっと終始できれば相当トランプが勝つ可能性は高まると思うんですけど、ええ、今のところそれが全く本人できないのであハリス優勢と言わざるを得ないですね。なるほどあのハリスさんは相当こう、ね、直前5日間ぐらい ホテルにここもっててて練習してきたたんだみたいなこと言われてました、えー、まさにこの切り返しの部分を練習してたんですかねもうそういう、あの、まあ、キラーコメントというか、はい、え作戦、揺さぶり作戦をーへーへー多分いくつか用意しとくんですね、候補というのは。で、その場面場面によって、どれを繰り出していくかっていうことを、はい、ま、候補が決めてうまくやっていくと。それをまさに典型的な。 え動きだとアドリブはほとんどなかったと思いますす、えー、そういういもんですか準備した上で、はい、で、トランプはもう全部アドリブですよね、<ー>ハリ氏はもう事前に準備したことをうまく戦略的に差し込んでいっ,ったと、それが見事に成功したと。<ー> <laughs> 作戦勝ちですね。へえ。いや、なんかね、ね、うん、日本人からっていうか、なんというか、普通に考えるのは、いや、そんなに政策が弱いんだったら少し勉強すればいいじゃんとか思うんですけど、<laughs> あるいはブレーンがね、その政策の部分を仕込みはいいじゃんとか思うんだけど、そうじゃなくてパフォーマンス重視なんですか、やっぱり。あの、政策面のデータをちゃんと頭に入れる部分と、ええ、やっぱりそのパフォーマンス、ええ、あの、結局討論会って、はい、最終的に有権者が見て、うん 気持ちなんですよね。この人が良かった、<ー>この人悪かった、この人好き嫌い。その一点で決めちゃうケースがある。あ<ー>それが時々政策論で有権者にアピールできる場合もあれば、はい、パフォーマンスの一言、うん、この粋な一言でバッと決めちゃう場合もある。だからそれが何がそのうまく刺さるのかわからないので、はい、いろんなあの引き出しを作っておいて、ーへーへーその場面場面で えー、引き出しから出して、さ<ー>、えー、せる、刺さると、ですねなるほど、やっぱり全人格が試されるようなところがあるんですか,ですからあの、そうなんですあの、まあ、戦略的、それからやっぱりパフォーマンス力、そして政策データを覚えていくって大変なんですよね、だから5日間も必要なんですよね。うーん